今日は反戦を訴えた川柳作家鶴明の85回目の命日です。出身地の河北市では肥前祭が営まれました。鶴明、本名北勝次は河北市出身の川柳作家で、女性など当時の弱者や反戦をテーマに1000を超える川柳を残しました。しかし治安維持法違反で2度にわたって検挙され、1938年29歳で留置場で病死しました。85回目の命日となる今日は、出身地の河北市で肥前祭が行われ、親族などおよそ30人が鶴明を偲びました。時代がそういう時代になってきつつあるということかもしれません。その影響でもって鶴というものがまた浮かび上がってきたのではないか、そういうような気もします。鶴明を検証する会では、今後もこのような活動を通じて鶴明の功績を伝えていきたいとしています。